皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、テイルズ・オブ・ファンタジア実況プレイパート19やっていきたいと思います。前回はエドワードという人物を探すためにこちらのフレイランドにやってきました。で、このフレイランドでそのエドワードさんに会うためにバジリスクの鱗というアイテムを集めなければならないということで、撮影会で、ね、いっぱい集めておきました。これだけでもね、一応薬として麻痺、戦闘不能回復、HP 完全回復と、なかなかすごい能力があるわけなんですけども、なんかこれを使って、なんか薬を作ろうとかってようになってたんじゃないかな。オリブビレッジ。で、ここだね。おや、あんたはバジリスクの鱗を持ってるじゃないか。一日ここで泊まっていってくれよ。代金はタダでいいからさ。明日にはエドワードさん来るはずだから。オッケー。早速村中に知らせよう。ね、バジリスクといっぱい戦ったからさ、結構消耗もしてるからね。あいつ石化使ってくるから厄介なんだよね。クレッサー、エドワードさんが来たよ。お、ついに会えるのか。君たちかい。貴重な鱗を譲ってくれるというのは。エドワードさんですね。実はこれを。マリスンさん。うん。似てるね。私の名字はモリスンだが、そんなに驚いてどうしたのかね。二人とも変だぞ。エドワードさん、鱗の話の前にこの手紙を。グロムからの紹介？こんなところまで来るなんて訳ありか。はい、話は部屋で。ほう、レアード王子を助けたのは君たちだったのか。ええ、その後しっかり捕まりましたがね。オチまでついてるのか。ま、話は大体分かった。で、何かいい方法は？また指輪を見つけるよりも手っ取り早い方法があるぞ。この壊れた指輪、見たところ相当強力な精霊と契約するためのもののようだ。だが、同じものは二度と手に入らんだろう。何しろ、今は亡きドワーフ族とエルフの合作だからな。つまり？ユミルの森でエルフに会ってみるといいだろう。修復する方法がきっとあるはずだ。エルフたちの？とても入れませんよ。ルーングロムに頼めばいい。アルバニスタの紹介状があれば大丈夫だ。ああ。それじゃあバジリスクの鱗はありがたくもらっていくよ。私は戦争が起こるまでに仲間を集めてミッドガルズに向かうつもりだ。できれば。え？できれば君たちのような頼りになる者にも協力してほしいんだが、無理強いできることではないからな。それじゃあ機会があればまたどこかでお会いしよう。でもミッドガルズに行くっていうことはあれだよね、戦争がどうとかっていうのにちょっと介入してんのかな、あの人も。モリスンさん。まだ何か？これを見てください。きっと役に立ちますから。随分古びた本だね。ん？ん？これは私の字か。え？私のサイン？トリニクス・ディーン・モリス。この本を僕に託してくれた人の名です。モリスンだって？あなたの子孫です。僕は未来の世界からこの時代に飛ばされてきたんです。時間転移。冗談はよしてくれ。この私さえまだ研究中なのに。
だからきっとその研究が実って未来のモリスンさんが。仮に君の言った通りだとしても私はこの本を読みたくはないな。アーチュさんにはまだお話ししていなかったのですが、私とクレスさんは100年後の未来から時間転移してこの世界に来ました。信じていただけますか？はい。っていうことはつまり。果たしては100歳もおばあちゃんなわけ？エドワードさんの子孫にあたる人の力で。まあ確かにエルフにとってみれば100年くらいちょろいですよね。君は戦争の結果を知ってるんだろう。この後に起こることや行く末も。でも私は全てを知って諦めるようなことはしたくないのでね。君だって親友やその私の子孫とやらを助けるために行動しているんだろう。歴史を変えるために。私だって同じ気持ちだ。たとえどのような結果になろうともね。僕はそこまでは言って。いや、君も私と同じ気持ちのはずだ。君がダオスを倒そうとしていること自体がその証拠だろう。モリスンさん、ミッドガルズで待っていてください。きっと会いに行きます。お、僕たちも力になります。君たちは未来に、自分の時代に帰るあてはあるのかい？それも解決しないといけないことなんです。よし、今度会う時までに私が何とかしておこう。子孫にできて私にできないわけないからね。本当は転移の研究は諦めかけていたんだ。頑張ってください。なあ、お互いにね。よし、それじゃ急いでアルバニスタに戻るか。ルーングルムさんに頼んでエルフの集落へ入れるように取り計らってもらいましょう。よし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 。ね、ダオスを倒すためにミッドガルズに行って、さっきのエドワードさんの手助けをね、まあしようというふうにまあ決めたわけなんですけど、まずはね、あの自分たちがすべきことをしっかりと果たしていこうじゃないでしょうか。よいしょ。さあ、じゃあとりあえずね、アルバニスタに戻ってルーングルムさんに会わないと。さらばフレイランド。よし。じゃあ急いでアルバニスタまで戻ります。この辺の敵はもうねえ、もう時間稼ぎにもならない。ただもう素直にうざい。よし、じゃあアルバニスタに到着しました。早速魔法研究所に行けば会えるかな。こっちだよね。もうちょっと上か。で、この端っこだ。あ、いた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 。ルーングローム殿、お時間よろしいですか？ああ、構わないが。もうエドワードには会ったのかい？そのことについてお話があります。そうか。それじゃあ話は外で伺うことにしよう。エドワードのやつめ、私に一言も言わずにそんなことを。それでユミルの森へ入るための紹介状をいただきたいのですが。一日待ってくれないか。いろいろと手続きが必要なんでね。
じゃあ1日ってことであれば、まあ宿で寝てストーリー進めるしかないのかな。1日待ってくれとロールプレイングで言われたら、とりあえず宿で一泊しておけばいいんですよ。これでいいんじゃないか。またね、会いに行きます。さあ、エルフの村にね、入れるようにしてもらわないと。待たせたね。これを胸につけていくといい。それと断っておくが、ハーフエルフはユミルの森には絶対に入れないからな。ああ、そっかそっかそっか、アーチャーハーフエルフか。ああ、じゃあ、入れないじゃん。お留守番？ハーフエルフって私のことじゃん。すまないな。いいってこと。私は宿屋で待ってるから。急いで戻ってくるから待っていてくれよ。装備、まあいいよ。よし、じゃあ、ていうか別にここでね、分からなくても。そんなあからさまな変装しなくても。そんなあからさまな変装しなくてもいいし、別にここで別れていくこともねなくて、森の手前くらいまで一緒についてきてくれたっていいのにね。届かねえ。どこだっけな。南の端っこの方じゃなかったっけか。終わった。ハチさんはね、やっぱね、小が挟んで落とすのが手っ取り早い。ほっほっ、走った。よし、対空攻撃も可能なこの古賀ハザーは本当使いやすいな。多分これだね。じゃあとりあえずセーブします。よし、じゃあ行こう。なんだお前たちは。ここから先はエルフ族しか入れない地域だ。早々に立ち去るがよい。許可はもらってあるよ。このエンブレムを見てくれ。確かにそれはアルバニスタ王国の紋章。うん、通ってよし。じゃあ通してもらうよ。さてこの辺でもまた、あ、敵がやっぱ出てくる。マジか。いや、こういう連中がさ、ある意味一番めんどくさい。こういう蜂とかさ、何、小鳥的な連中ね。攻撃当たれば全然大したことないんだけど、当てるまでがめんどくせえんだこいつら。なんかいろいろ宝箱取り逃しそうだなこれ。よいしょ、いけ。おおお、なんかでかい虫がいる、でかい虫がいる。よいしょ、いけ。よし、経験値も金もすげえな。ただやっぱアーチがいない分な、援護射撃がねえないですね。よいしょ、当たってねえぞ。よし、
多分そろそろレベル上がるんじゃないかな。うん。ちょっといろいろとね、周り見ながら進んでいきますね。うわ。大天空。なんか後ろでなんかすごいなったけど、何も飛んでこねえぞ。やばい、TP なくなった。これちょっと地味だ。経験値も金もここすごいな。よし、レベルアップ。バトルマスター。特に意味はないんだけどね、称号。ちょっとしたあれですよね、収集要素ですよね。なんもねえし。おう。よし。位置高い。いいよいいよいいよ。8めんどくせえくせにね、経験値少ないしお金も少ないし、ダメじゃん。うわ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 。よいしょ。よし。遠い遠いよ敵が。お、この辺までのラインでこうなんだろう、レベル足りてるかどうかよくわかんないけど、まあ、それほど苦戦はしてないから大丈夫かな。あまりね、レベル上げとか意識せずにここまでやってきちゃったからさ。まあでも基本的に逃げないと戦ってるからね。おーおーおお、マックスウェル。よし。まあここで一回セーブできる。よし、もうちょっと進めるかな。アイテムがいっぱい。よいしょ。これこっちにしたらいいか。火属性ってことで。火属性効くのかよくわかんないけどさ、こいつ。これ死んだ。一瞬で見えなかった。火と風。OK。 じゃあこれでいいじゃん。あ、もしかしてそれで一生懸命シールフ使った？いや、そこまで計算してこいつら動くのはよくわかんないけど。ん？よしよしよし。なんだこいつ、なんだこいつ、こいつはなんだ。あ、でも火に弱い。いて、麻痺。お、よいしょ。すげえ持ち上げるな、方天空。よし。方天空自体はそんなに消耗大きくないですからね。多分ルートを変えればもう少しいろいろアイテムあったんだろうけど、まあいいや。
よいしょ。おお、点滅だ。やった。さてさて。どうしました？今そこの木陰で何か動いたような。気のせいじゃないですか。森の動物たちでしょうか。クラーシが気づいてクレスが気づかないというのなら、そうかもな。クレス君ちょっと修行足りないんじゃないか。なんだお前たちは。ここはエルフ族以外のものは立ち入り禁止だ。このエンブレムが目に入らないのか。族長に合わせてくれ。それはアルバニスタ王国のエンブレム。このエンブレムが目に入らぬのかみたいな。どこで聞いたのか。失礼しました。それではこちらへどうぞ。皆さん、お待たせして申し訳ありませんでした。はじめまして、私が族長のブラムバルトです。私はクラース、それからクレスにミントです。早速ですが、これを見ていただけますか。これは契約の指輪ですね。しかし見たところ壊れているようですが。これを修復する方法があると聞いてここまで来ました。なるほど、石板の力が必要ですね。村の北側に行っておりますので、詳しい話はその時。お、ここでは直せないみたい。そうみたいだな。何やら石板とか言っていたが。行ってみましょう。でもまあそういう風に言ってくれるってことは方法はあるっていうことでしょ。じゃあいいじゃん。よし。はい、ではとりあえずエルフの村の集落に着きました。ここでなんかショップとかあるんだけど。あるっぽいな。メロン、メロン高えな。さすがメロンだ。果物しか置いてない。ごめんごめん。申し訳ない、申し訳ないけどね、その格好で隠れるのはちょっと派手すぎだと思うんだよね。お、武器屋っぽいのあんな。薬屋結構持ってんだよな。あ、ルーボトル売ってる、すげえ。ルーンボトルが購入できるのはいいな。ミスティシモ、これ高すぎでしょ。金額おかしいでしょ。いつになったら買えるんだよこんなもん。武器屋、あ、ダメなんだ。よし。じゃあこれからなんか北の方に行って、なんかその石板とやらの話を聞くと思うんですけど、それはまた次回やっていきたいと思います。まあ、今回は撮影これまま続けてやっていきますけれども、まあ、このままここら辺で区切らせていただきますね。はい。では、テイルズ・オブ・ファンタジア実況プレイパート19、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。